ドンスコイは猫の品種の一つ。ロシア起源でスフィンクスと同様、無毛の猫である。ドンスフィンクス、ドンヘアレスとも呼ばれる。この品種は1987年にロシアのロストフなど沼でブリーダーのエレーナ・コバレワによって発見された無毛の猫が起源である。スフィンクスとの違いは、スフィンクスの無毛が劣勢遺伝によるものであるのに対し、 ドンスコイの無毛は優性遺伝によるものである。平均体重は2 5ラムから4 0ラムで、筋肉質の体付き、大きな耳、アーモンド型の目、水かきのある足が特徴である。猫の中では、例外的に体中に感染を持ち、全身に汗をかく。毛のタイプは、ラバーボールド、クロックド、ベロア、ブラッシュの4種で、 ブラッシュ以外はすべて無毛であるが、ブラッシュも生後3年ほどで毛が抜け落ちて無毛になる。冬には胸と尾の先に毛が生える。無毛のため皮膚病にかかりやすく、日焼けもしやすいため、基本的には室内外をすべき品種である。性格は穏やかで人懐っこく、好奇心旺盛だが、飼い主の言うことはよく聞く賢さを持つため、飼いやすい品種と言える。 猫は通常足の裏にしか感染を持たない。ありがとうございます。